皆さんこんこにちは池上です、えー、今日はですねちょっと番外編ということで世界で最も短い定期商業運行路線ということで定期的に飛んでいる商業フライト区間で世界一短いと言われているルートそれをね、えー、ちょっと飛んでみようかなと思っておりますちょっとヨーロッパの方雲がかかっているのでなかなか地図見づらいかなと思うんですが 今ポインターで示しているあたりがヨーロッパのメインランドのところですね。そこからイギリスがまあここの左上のところで今ちょうど丸く円で囲われているところの下側にあるわけなんですけれどもそのイギリス北部スコットランドに位置する島国の中でこれねもうめっちゃ拡大していかないとルートがわからないんですけどこの2つの空港ウェストレイ空港と パパウエストレイ空港ということで、なんとその距離が1.7マイルということで、キロ換算だと2.7キロぐらいっていうですね、えー、非常に短い区間を定期的に飛んでいるっていうですね、とんでもないフライトがあるということで、まあ、今回はこのダイヤモンド DA62 で前回同様飛んでみようかなと思うんですけれども、実際にはブリテンノーマンの BN2、えー、アイランダーですね、 で日本でもオリエンタルエアブリッジとか新中央航空かなとかがかつて飛ばしていたので、まあ、結構聞き覚えがあるというかね馴染みのある飛行機だとは思うんですけれどもフライトシミュレーター2020にはねそれが収録されていないので、まあ、この短距離っていうこともあるので DA62 で12分かなということで飛んでみたいと思っていますこの2マイルをどう飛ぶのか多分6に高度曲げられないから上がって降りるっていうのがもう 本当に手一杯というかバタバタバタってこう起こると思うんですけれどもえ実際どんなルートか一緒に飛んでみましょう。<noise> ということでスコットランドの北部に位置するウェストレイ空港の方にやってきたんですけれどもかなり閑静な田舎町という感じですかね小さな島だと思うんですけれどもこちらの空港から離陸して隣の島のパパウェストレイ空港というところに向かっていくルートということになります。 この映像を見ていただくとわかると思うんですが、かなり上り勾配の強い滑走路なのかなというふうに思うんですが、このランウェイの短さも相まって、かなりギリギリで離陸する感じなんじゃないかなというふうに予測しているんですけれども、どうにかこの DA62 で飛んでみたいと思います。目的地の方のね、パパウェストレー空港も同じような感じで、あまり長いランウェイではないみたいなので、この不慣れな DA60 位でどこまで降ろすことができるかというところも合わせてご覧いただければと思っています。それでは早速フライトしていきましょう。ということで今日は飛ぶよりもセットアップの方がどうやら長くなりそうだったのでクイックセットアップでもうランウェーからスタートということで飛んでみたいと思います。それではやっていきましょう。もう多分これねノーカット。 脳編集ぐらいで上げても十分尺が取れるんじゃないかっていうぐらいの勢いなんですけれども実際どういうルートを飛んでいくことになるのかですねチェックしてみたいと思います。 いや、これはかなり厳しいですね。飛べって言われても飛びたくないルートかもしれない。<laughs> あということで、ごちゃごちゃ言いながら離陸してみましたけれども、どうだろう見えるかなまた空港が。あ,あ、ちょうど見えますね。空港。今上がってきた空港が右手に見えながら離陸していくという感じですね。 実際の GPS ルートと外れてるんですけど、もう次の着陸を考えるところに来てるんで、少し速度を絞りながらですねで、ギアを下ろして着陸の準備をしていきたいと思います。とりあえずギアを下ろしてあげて、あとフラップですね。で100ノットぐらいまで絞って飛んでいきましょうかね。多分空港見えるのかな と、はい、ということで右手の下の方にですね次なる空港が見えてきたので着陸の準備をしていきたいと思います。 高台にある空港みたいで結構高めに持ってきてもいいのかな今でも少し低めなぐらいですねエンタリングして。 はい。ということで、ちょっと最後の着陸して、タンパッド回ってから戻ってくるところのクリップが、謎に動画が切れてしまっていたんですけれども、こんな感じでですね、パーキングの方に、なんとなく機体を止めて、一旦終わりにしました。こうやって見ると、すごい中途半端なところなんですけど、結構こう傾斜のついてるところで、これ以上前に行けなかったっていうような感じですね。やっぱし、地形データ使っているだけあって、 見栄え自体はね、かなりいいんですけれども、裏チミレームレターどうしてもまだ、こう、傾斜が変についていたりとか、まあ、そこら辺のバグはあるみたいで、まあ、今回はこんなところで終わりにしようと思いますが、いかがだったでしょうか、最短フライト。実際にこのルートを飛ばれている中で、一番最短は47秒というような記録もあるらしくてですね、めちゃくちゃに短いルートなわけなんですけれども、今回は、まあもう少しね、ゆとりを見て飛んでるんで、多少時間かかったところありますが、まあそれでも、 かなり短いルートということで何かの機会があれば皆さんも乗られてみてはいかがでしょうかという感じですねちょっと僕自身もね気になるので何かの機会があればぜひ乗りに行きたいなと思っているんですけれどもなかなかお急れといけるようなところでもないようなので今回は動画で一緒に楽しんでいただければよかったかなと思っていますということで世界最短の商業ルートを飛んでみたでした本日もご視聴ありがとうございました